はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。で、今日はこちらですね。うん、ボトルチェンジライダーシリーズ07仮面ライダービルド海賊列車フォームです。はい、ということでベストマッチ7つ目ですね。早速開けていきましょう。はい、はい、ということでこちらが海賊列車フォームだね。うん、フルボトルが出た時にこの部分すごいかっこいいなと思ったけど、やっぱかっこいいね。そうだね、いい感じで。ここは電車になってたね。あ、ほんとだ、電車だこれ。うん、気づかなかった。で、ここは信号になってる。あ、そうね。うん、海賊がここは船になってますね。うん、このマントみたいなやつは後ろにはないんだね。そうだね、うん、この手だけですね。うん、足元は、まあ、いつもと同じですね。うん、はい、付属してたのはこちらの海賊発射だね。うん、はい、これはこうやって比較するとすごい大きいね。そうだね、うん、デラックス版と比較するとこれだけの大きさの差がありますね。うん、はい、エイシン君がポージングさせてくれましたけど、これいいじゃん。うん、いい感じに左手で海賊発射持って右手でこう、あの、電車を引いてる感じ。うん、ああ、いいじゃん。ちょっと斜めにしてもらっていい。うん、ああ、いいね、いい感じ、いい感じ。おー、かっこいい、かっこいい。じゃあここからトライアルフォーム見ていきましょう。まずこっちがラビット電車フォームで、こっちが海賊タンクフォームだね。うん、あ、これ両方とも合ってるかな。うん、いい感じ。こっちは青だけどね。はい、続いてこちらがゴリラ電車フォーム、そしてこちらが海賊ダイヤモンドフォームだね。うん、はい、これも両方とも合ってるね。うん、またこっち青になっちゃったけど本当だね、たまたまだけどね。はい、続いてタカ電車フォーム、そしてこちらが海賊ガトリンクフォームだね。うん、こっちなんか色的に微妙な感じだけど、これはまたすげえかっこいいよ。渋いね、かっこいい。続いて忍者電車フォーム、そしてこちらが海賊コミックフォームだね。うん、忍者電車もちょっと微妙な色合いだね。でもなんかこれサイクロンジョーカーみたいな。あー、ほんとだ、確かにそうだね。うん、こっちも割と色合ってるよ。そうだ。うん、で、こっちがハリネズミ電車フォーム、そしてこれが海賊消防車フォームだね。うん、なるほど、これは合ってる。こっちね、うん、白がいいんだよ。あ、白がどの色にも合うね。確かに、こっちはラビットタンクっぽいのかな。うん、うん、これはこれでいいね。はい、最後にこれがライオン電車フォーム、そしてこちらが海賊掃除機フォームだね。うん、うん、両方とも、まあ、程よい色加減って感じだね。悪くない。この中のトライアルフォームで一番気に入ったのは、エシン君はゴリラ電車フォーム。そっか、パパは海賊ガトリンクフォームだね。渋い、これすごい。メタリック、メタリック。うん、こっちもね、すごいなんかいいんだよね。あ、そう、サイクロンジョーカーにしなかったんだ。うん、そっか。あははは、我ら電車スマッシュがこの街を破壊してやる。ピーブーピーブー、高速移動してどんどん街を破壊してやる。許さないとしまし。お、いきなり現れたな。仮面ライダービルドか、お前は。うん、色が似てるじゃないか。私と戦おうというのか。お、私の見た目は電車だぞ。新幹線のドクターイエローだったか。なんだ。どうだ。何、新幹線なんて。新幹線だから高速移動ができそう。いや、何、パンチ。やはり大したことがないな。こうなったらフォームチェンジだ。お、色と形が変わったな。ライオンガトリンクフォームだ。新しいフォームチェンジになったところで、この俺スクワード、この野郎、最後まで話は聞くんだ。いいか、新しいフォームチェンジになったところで俺の必殺技にはかなうまい。何、暗いリニアモーター爆弾出動。何、どうだ、早いだろ。もう一度暮らしてやる。リニアモーター爆弾。さらに、海みたいに囲ってやる。やはり新しいフォームになってもこの私にはかなわないようだな。こうなったら最後のフォームチェンジだ。
何？お前電車なのか？ああ、電車、電車は電車を攻撃できない。ならばこうだ。いや攻撃できないって言ってたの。ちょっとこれで決めてやる。ちょっと待って、ミサトじゃないぞ。僕が勝ったらまあ俺も覚悟を決めてリニアモーターから爆弾し、攻撃でいいじゃん。あっしゃ、はぁ、うわぁ。やったぜ。はい、ということで今回はボトルチェンジライダーシリーズ07仮面ライダーズと海賊列車フォームでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ということで登録をよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。